料理人、中華のデザートコーナーへ。ようこそ。よ、ちょっと待ってください。いや、どうしたんですかこれ。夏のゆっくり料理祭だよ。聞いてないですよ。総勢11チームのうち、私たち E チームは世界三大料理を作るのよ。だから聞いてないですって。仕方ないわね、簡単に説明するわよ。ゆっくり料理祭とは、A から K の計11チームごとにテーマを決めて、それぞれ再生数や高評価数などを競うお祭りよ。それで私たち E チームは、各国の夏っぽいお料理を、前菜、メイン、デザートとしてそれぞれ担当して、コース料理を完成させることにしたのよ。なるほどですね。3人チームならではのテーマですね。で、私たちは中華のデザート担当だから、夏っぽく杏仁豆腐を凍らせた、杏仁アイスを作ってみようと思うのよ。おお、とっても素敵ですね。どうやって進めていくんですか？メイリン、あなたが作るのよ。え、私ですか？だってお姉様は一人でお料理できないもん。何よ、普段あなただって。まあ落ち着いてください。お料理の方はこの本メイリンにお任せください。わーい、メイリンありがとう。メイリン、頼んだわよ。では、材料を準備いたしますね。今回使う材料はこちらですね。なんか見たことないのある。あ、杏仁草ですね。杏仁草？杏仁豆腐のあの甘い香りを出すために使います。あら、わざわざ用意したの？はい、せっかくの大型コラボですし。ちなみにこちらはアーモンドエッセンスや、アーモンドプードルでも代用可能らしいですよ。あ、ゼラチンだ。私知ってるよ。お水でふやかしておくんでしょ？さすが妹様、よくご存知で。今回は少し固めに作るので、粉ゼラチン 8g に大さじ2の水を加えました。これは、お砂糖かしら？はい、砂糖 30g と杏仁草 15g を合わせます。魔法の白い粉。誤解を生みます妹様。どんな香りがするのかしら？わ、杏仁豆腐のあの香りがするわ。杏仁草を使うと本格的な感じになりやすいんですよね。お砂糖と杏仁草を軽く混ぜ合わせたら、ここに牛乳 250cc を加えます。混ぜ混ぜすればいいの？はい、粉っぽさがなくなるように混ぜてくださいね。了解したー。ある程度混ぜることができたら、中火で沸騰させない程度に加熱していきます。この時の加熱や混ぜ具合が弱いと、杏仁草が溶けきらないことがあるので注意してくださいね。粉っぽさはなくなったかしら？そうですね。ではここで火を止めてゼラチンを加えていきましょうか。沸騰するくらいの温度だと、ゼラチンが固まりにくくなるから注意が必要よ。そういえば今回お二人ともチャイナ服を着ているんですね。そうなの。今回のコラボに合わせて中の人が用意してくれたのよね。コラボの度に張り切ってますよねあの人。あとね、お洋服の色もペアっぽくなってるの。ああ、これは後で咲夜さんが大変だ。メイリン、ゼラチンちゃんと溶けたみたいよ。お、そしたら次の工程ですね。先ほどの杏仁液を別のボウルに移しましょうか。ここに生クリーム 100cc を加えて、杏仁液を冷ましながら混ぜ合わせていきましょう。牛乳だけじゃないのね。牛乳だけでもさっぱり本格的な感じに作れますが、今回はアイスにするということなので、クリーミーな感じに仕上げようかと。ちょっととろみがついてきたよ。杏仁液の温度が下がってきた証拠ですね。さてさて、お次は器の方に移していきましょうか。四角い容器がいいのかしら？そうですね。今回はサイコロ状のアイスを作ろうと思っているので、高さのある四角い容器がいいかと。茶こしだ。口当たりが滑らかになるよう、茶こしに通しながら注いでいきますね。そして入れ終わったら、2時間冷蔵庫にレッツゴー。さてさて、できてますかね？そういえばなんでいきなり凍らせなかったの？その方が視聴者さんが市販の杏仁豆腐を買って凍らせたり、真似する時のイメージが湧きやすいかと。何してるの？冷凍後に切りやすいように、あらかじめ切れ目を入れておこうかと。あ、なんかすごい型ついてるわね。うん。このタイミングで切るのはなかなか難しいですね。同じチームのお二方はとっても盛り付けが上手なので、ちょっと見栄え的に劣りそうで心配ですね。ねえねえ味見したい。そうですね、シンプルに杏仁豆腐の味を確認しましょうか。いただきまーす。おいしい。プルンとクリーミーね。残りはまた凍らせた後ですね。はーい。凍らせるのは結構時間がかかるので、だいたい半日くらい待ちましょうか。さて、うまく固まってますかね。メイリンなんか刺さってるよ。うん、しっかり凍ってそうね。それでは、容器から凍らせた杏仁豆腐を外していきましょうか。下の方全然切れてないね。容器が傷つくのが怖くて少し浮かせて切ってました。あ、意外とすんなり切れますね。このタイミングで切った方が綺麗に切れるかもしれないわね。いずれにせよ凍って滑りやすくなってるので、刃の扱いには十分気をつけてくださいね。ではでは盛り付け作業に入りますよ。フルーツ缶？杏仁豆腐のシロップ代わりになりますし、フルーツもあった方が美味しそうじゃないですか。まずは四角く切ったアイスを入れてみましょうか。フルーツー。色が加わると見た目的にも美味しくなるわね。美味しく食べられるように、フルーツとアイス交互に乗せていきましょうか。上にサクランボとか乗せたら？サクランボどこにも売ってなくて。うん？妹様、これは？トマト。トマト？赤くてサクランボっぽい。
無理ありません。いやもう仕方ないわ、これでいきましょう。それじゃあ杏仁アイスの完成。アイス、アイス、そういえば器変わったのね。サムネの関係でね。え早く食べようよ。そうね、いただきましょうか。それじゃあお先に。いただきます。おいしい。ひんやりシャリシャリ。半解凍だとクリーミーさがより際立つわね。ほらメイリンも食べて。いやそれトマト。ほら、あーん。これは、ダメ。さて、今回の動画楽しんでくれたかしら？いいチームの動画を全部見て、コース料理風に楽しんでみてね。いろんなチャンネルを回って、みんなでお祭りを盛り上げよう。それじゃあ今回はこの辺で、またお会いしましょう。